海巡所用に建造された2000トンの巡視船、ニキタ CG-127 台湾国際造船、キールン港盤石急補給艦2006年1月9日、アラスカのアダック島に向かう途中、メガボルトブルーマーリンによって輸送され、新珠湾に入港した海上配備 X バンドレーダー保星艦 CG-102、1992年に、 海巡所用に建造された1800トン巡視船 CMAA CGM フォートセインとルイス、2003年浸水台湾国際造船は旧称が中国造船であり台湾の民間及び軍用の艦船を生産する会社である本社は高尾市にあり高尾市とキールに市に造船所がある2008年に IPO で民営化されるまでは国有企業であった 台湾造船講師の前身は、台湾で工業を経営していた木村久太郎が日本統治時代の1919 19年に設立したキールン選挙株式会社である。1937年、三菱重工業株式会社、台湾銀行、台湾電力、日本郵船大阪商船、台湾の顔、金県一族が共同出資により、 台湾選挙株式会社を設立し、オーナーが死去したキー・ルン選挙株式会社を合併した。第二次世界大戦で日本が敗戦後、国民政府が台湾選挙株式会社を接収し、1946年1月に台湾選挙株式会社、株式会社台湾鉄鋼所、東港工業株式会社を合併して、台湾機械造船講師を設立した。 二年後の1948年4月には、生産を事業別に再編すること及び他の経営上の理由から、台湾機械造船工事と台湾造船工事という二つの国有企業に分割された。台湾機械造船工事では、機械部品の生産、修理を、主として、船舶部門では、小型船の生産、修理をし、台湾造船工事では、 船舶の製造と修理に集中した中国造船講師は1973年に設立され初期の工場建設と研究計画を石川島張馬重工業に委託するとともに本部の設計を依頼し海外からの技術移転を利用した。1977年に同社は政府所有の会社に復帰した。 中国造船講師と台湾造船講師は1978年に合併し、2007年まで中国造船講師として知られた。2007年2月9日、取締役会は台湾国際造船古墳有限講師への社名変更を承認し、2月12日に社名変更を記念する式典を開催した。批評家は名前の変更は チン総統の脱中国化の一環であると主張したが、支持者は名前の変更は中国との潜在的な混乱を回避するのに役立つだろうと主張した。2008年には CSBC の生産額は11.31億ドルに達し、その年の台湾造船業の総生産高の54%を占めた。同社のウェブサイトによると、同社はコンテナ船。 一点もの,の商用船、メガボルトブルーマーリンを含む、反潜水式重量物輸送船を建造してきた。また、中華民国海軍向けの船舶、潜水艦、先進的な海軍兵器、海巡視向けの巡視船、台湾海洋儀研究中心向けの研究船などを建造している。CSBC は、台湾発の国産 AUV の開発に参加している。2018年には、 CSBC は台湾で急増している洋上風力発電分野への海洋サービスを提供するために陽明海運台湾工業台湾港を務むと提携した。CSBC は東アジアでの風力発電所建設を提供するためにデメウィンドエンジニアリングと合弁会社を設立した。2019年大戦艦会は 台湾沖の二つの新しい風力発電所で風力タービンを輸送、設置するためにコペンハーゲーインフラストラクチャーパートナーズに雇われた。二つの風力発電所は合計600メガワットの容量を持ち2023年までに完成する予定である。CSBC は中華民国海軍向けに通常攻撃型潜水艦8隻の建造を受け負っている。そのモデルは X 型荷重を採用する。最初のプロジェクト契約は33億ドルで、10席の調達費用が100億ドルと予測されている。CSBC は2020年1月から2021年2月までの間に、陽明海運に 2800TU コンテナ船10席を納入することになっている。2019年7月、CSBC は CSBC の洋上風力発電事業の支援用に設計された栄光線 CSBC ナ、no. ンバーワンを浸水させた。この栄光線の積載量は2万3000メートルトンで、積載甲板の体力は1平方メートルあたり20メートルトンである。幅41メートル、長さ140メートルで、建造費用は7億 NT ドル。2019年現在、 船舶修理は CSBC の売り上げの3から5%を占めており、同社は空間的に余裕があることから、そのシェア拡大に努めている。2019年に CSBC は東方海外過密航運講師が所有する1万 3000TEU コンテナ船のクリーン回収を完了した。回収には、廃炎脱流システムが含まれており、 この船を国際連合の IMO2020 排出量目標に適合させた。ナショナルジオグラフィックのスーパーストラクチャーズのエピソードにエンジニアリングの脅威で CSBC とその一石が特集された。ありがとうございます。